2018年春、上智大学へ入学を果たし、夢を一つ叶え、花のキャンパスライフを夢見て上京してきた18歳山本大輝。転勤は何度か経験しつつも、18年間田舎で過ごしてきて初めての東京。いわゆる偏差値の高い進学校に通っていたわけでもない僕が、母校から上智大学に初めて進学を果たしました。真面目に勉強をしたり、課外活動に取り組んでみたり、深夜歌舞伎町で羽目を外してみたりもしました。こんな刺激的な毎日とちょっとした成功体験で僕の鼻は天狗も天狗、伸びに伸びまくっていました。周りから見たら、俺ってめちゃめちゃ面白い人間なんじゃね、まあ実際そうなってるでしょみたいな、そんな自尊心にあふれ返っていました。そんなある日、大学2年生19歳から20歳になった頃の話ですが、僕あることに気づいてしまったんです。俺ってこの後どうなるんだろう。この問いと、それに全く答えられない自分がいることに気づいてしまったんです。どんな人生を送りたいのか、そこに近づくためにはどうしたらいいのか、こんな壮大な問い、だけど、ここにいる皆さんに関係のある問い、これに関するお話を今日はこの場を借りてお話しさせていただきます。突然ですが、54%。この数字何の数字だと思いますか？これは、2018年の新成人に関する意識調査において、将来の夢はあるかという質問項目に対して夢があると答えた新成人の数です。これちなみに2008年から調査を始めて過去最低でした。今夢はあるかと聞かれて、あなたは夢があると胸を張って答えることができますか？今夢があると心の中で答えた人に質問です。その夢はどこまで具体的ですか？どんな状態になったら叶ったと言いますか？いつ叶えるんですか？どうやって叶えるんですか？そのために今何ができてますか？今日から何を始めるんですか？誰の力を借りなければいけませんか？正直僕の基準ではこれらにある程度答えられる状態じゃなければ夢とは言いにくいと考えています。なぜならば夢はある程度具体的じゃないとその時の気分でコロコロ変わってしまうものだと考えているからです。例えば幼稚園児が将来の夢は世界一のサッカー選手ですと宣言して、しばらく経ってから将来の夢はおまわりさんですというようなものですよね。これが悪いとは言いませんが、これを見てくださっている方々はきっとそんな悠長なことを言っている場合ではないですよね。そして大人になっていく僕たちがそれでは少々心もとないのではないかなと思ってしまいます。それらを鑑みれば、このデータは半数以上が夢があると答えていますが、それは楽観視できなくなってくるのではないでしょうか。また次のデータを見てもらうと、なかなか厳しい状況に置かれていることがわかると思います。こちらは日本財団の調査です。ご覧の通り8つの先進国と比べて日本は全ての水準で他の国を下回っています。自分を責任のある大人だと思わず、自分の国に解決したい社会課題もなく、自分の力で社会を変えられるとも思わず、将来の夢も思っていない。残念ですが、これが今の日本の若者の現状です。そしてそんな僕も何の目標もなく生きていた若者の一人でした。がむしゃらにとりあえず行動してみたりしてみなかったり、もちろん目標なんかなくても行動してみたり人に会ったりして楽しかったですし、人生に何らかの進歩はありました。学びもたくさんありました。そういうことに共感できる人も多いはずです。でも後悔したことがあります。それは何においても結果が出ないことです。先ほども話しましたが、目標のないそれらの行動は基本的に長続きしないです。これまでの人生で何かに打ち込んだ時期を思い出してみてください。例えば受験勉強、憧れの大学でのキャンパスライフ、学歴、専攻分野のために寝る間も惜しんで努力できましたよね。例えば部活動、チーム一丸となって甲子園出場や県大会ベスト4など共通の目標に向かって全力を尽くし涙を流すことができましたよね。これらに共通することは、目標があったから。
だからこそ圧倒的な努力を継続することができ、そしてそんな姿を見て周囲の人間も協力をしてくれた。そして結果を出すことができた。あなたの人生はどうでしょうか？人生の目標はありますでしょうか？継続的に圧倒的な努力をすることができるでしょうか？周囲の人間はあなたの人生に協力してくれるでしょうか？悔いのない人生という結果を出すことができるでしょうか？有名な言葉があります。なせばなる、なさねばならぬ何事も、ならぬは人のなさぬなりけり。やればできる、やらなきゃできない、人ができないのはやらないからだ。とてもシンプルですよね。とはいえ目標なんてそんな簡単に見つからないですよね。まあでも焦らなくて大丈夫です。そのためのモラトリアム、大学生活ですから。そこで何から手をつけているかわからないというあなたに、これだけは覚えてほしいということを何点か提案させていただければと思います。本来であればもっと遠い将来から逆算していくことが成功法なんですが、とりあえず直近の課題について、特に大学生、何のために就職するのか、何のために就職しないのか、就職した後はどうなりたいのか、それらの具体的な理由と判断の軸を定めてみましょう。それが定まれば直近ぶち当たりそうな対策への指針をつかむことができます。あとは目標がないなら目標を見つけることを目標にしてみましょう。そして目標を見つければ、目標を見つけるためにはどうすればいいのかというものを考えて、自分なりに模索しながら足を動かしてみましょう。止まらずに動き続けてみましょう。止まりながら考えて答えが出ないものは、変わらない景色を見つめていても答えが出てこないのと同じです。見たこともない景色に向かって時には動き回ることも大切です。今の自分と目標を見つけて生き生きしている自分、それがどれだけ離れているのか、何をどれだけどのようにこの差をそこにたどり着くことができるのか、筋道を立てて実行してみましょう。そうすることで皆様の人生が今までよりももっと皆様の思った通りに近い方向に進んでいくはずです。私は先輩起業家に相談に乗ってもらったり、時には見切り発車をしてみることで自分に自問自答を繰り返し、自分にとっての目標は何なのかを考えました。そのようにして自分は全ての人間の全てのやりたいを実現するという目標を持ち、その目標をもとに行動を起こすようになりました。今プレゼンを行っているこの瞬間もまさに目標を持ち行動していることの実例です。全ての人間の全てのやりたいを実現するという一つの目的からテッドに参加を決意し、皆さんに対して自分が持つアイデアを伝えたい、そして賛同してくださった皆さんと一緒に僕の目指す社会を実現したいと思い、今日この場に立っています。以上のように自分自身を例に挙げましたが、あなたがあなたらしい人生をあなたの手で生きるためにも、あなたが目標を立てて、そのためにあなたが日々を生きてみましょう。目標なんて持たずに今を謳歌するのもいいですが、目標を持ってもあなた次第でもっと人生を謳歌ることができるはずです。予定のない日曜日のように、目標のない人生は味気なくあっけなく終わってしまうものです。あれ、私でこの人生で何してたんだっけって思いながら死の淵に立たないように、今なせることを、何かをなすためになるまでなしてみましょう。最後にもう一度聞きます。何にでもなれる、こんな人生で、こんな世の中で、こんな時代で、あなたが本当に心の底から送りたいと思えるような人生は一体どんな人生でしょうか？